ダマスコはドイツの時計メーカーであるバイエルン州レーゲンスブルク郡バルビンクに本社を置いている金属加工から時計製造に進出したという点で経由な存在である1990年に創立者のコンラッド・ダマスコが妻と共に金属加工会社を設立その後培った航空宇宙産業などの用途向きに開発した高性能材料技術を使用して 1994年に時計会社として設立された。そのためケースなどを自社製造し、ムーブメントは ETA などから供給を受けていた。2002年にパートナーシップが終了するまでダマスコは強化された時計ケースを人特殊時計会社に提供していた。ETA のムーブメント供給が厳しくなったことなどを受け、2006年から シリコン製前米を搭載した自社製ムーブメント開発へ向けての投資を開始2011年に手巻きムーブメント H35 翌2012年に自動巻きムーブメント A35 を開発したそして2014年に自社製ムーブメント搭載の最初のモデルをリリースしたこれらのモデルには特許を取得した自社製のシリコン製前米が用いられている現在では クロノグラフやダイバー時計、パイロットウォッチなど実用に特化した時計を主に製造している。ダマスコは全米を含むコンポーネントに竹結晶シリコンを使用する特許を取得しており、最大 64HRC800 ビッカースまで降下するニッケルを含まない窒素深まるルテサイト合金も開発した。この他にも独自の合金及び コーティング技術の開発も手掛けており、ムーブメントなどで多数の特許を取得している。ありがとうございます。